はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。PC88 のドラゴンスレイヤーパート44やっていきたいと思います。英雄伝説ね。はい、さて、リモコンを手に入れましたね。リモコンを使ってですね、次はそうですね、やっていかないと、うわぁ、いっぱい来た、いけないんですが、さて、そっか、リモコン見つけていったけどもということで、ロボとかが来たでしょう。この辺でちょっとまとめておきたいのかなと。水車の塔ですね。もうあとここでね、リモコンを使うだけなんです。さて、あとはどこでどう使うかなんですよね。あらら、よいしょ、どう使うかなんですよね。ソニアさんももうじきね、レベルが次の戦闘で上がりそうです。ああ上がるな、これで、これで上がりましたね。で、まとめますと、やつが屋上にしかリモコンはないよと言ったものですが、そういったものなんですが、もうすでにそれを手に入れましたよと。あとはどこで使うかなんですよね。ここじゃなかったね。確かここじゃなかったよね。どこだろう。でね、5階があるって言ってましたよね。4階から5階があるって言ってましたので、エレベーターのね、あの例の、あの内容がありましたよね。というわけで、これじゃないな、何か忘れてる気がせんでもないんですけども、やっぱりスピード速いといいですね。まあ、スピードがあってラックがあればねっていうような感じですよね。さてさてさて、どこだどこだどこだろうどこだろうね。近い階じゃなさそうです。あとはもうリモコン使う場所ですね。となればですね、となればね、となれ、あららら、このままで行けばまたみんなレベル上がっちゃうね。ここに来るでしょ。どっちだ、こっちじゃないね、これじゃないね、これじゃなくてこっちか。で、ここで使ったらどうなる。何も起こらない、何も起こらないですね。で、こっちか。で、これは助けに来たところですね。何も起こらない。もう一個上かな。で、ここか。なんかあるかな、あるかな。あ、来たわ。
はい、4階から5階ね、やっぱり嫌がったと。あれこいつ死んでんじゃねえかと。おそらく魂が抜け出してるんでしょう。ほんじゃあこいつ、そいつが戻ってくる前にこいつをやっつけちまえばいいってことだよなと思ったら、そうはさせんぞと。お前らここへ来れるとは大したものだ、褒めてやろうと。だがお前らのもここまでだと。おとなしく宝石を渡すんだ、無駄な戦いは見ようではないか。誰が貴様などに渡すかと。お前たちはどうしてそんなに宝石を欲しがるのだ。何、お前らは宝石の使い道も知らずに今まで守ってたのか。はっはっはと。宝石の使い道は知らない方がいいだろう。ちょうどいい使い道を知らぬので、もう一度始末してくれよということで戦います。さあどうでしょう。これねオートバトルでなんとかなるかな。逆にオートバトルの方がいいかもしれないね。あの左がね寝てるんですね。左が本体だと思います。で右が幻影でしょ。あそっか、これはね戦闘設定でね、シェリオスさんとゲイルさんはオフにした方がいいかな。でゲイルさんはこっち、これね、これです、これです。だもんでリュナンとソニアは任せとこっか、あの治癒にね。ねえもう運があるでね。あー来るな、どうしよう、産んでご利用しかな。ね、こっちに行くとね。あ、そうだ、わかった。もう一発行こうか。でね、この辺でね、ゲイルの呪文でね、サイレス使っちゃいましょう。あ、そうなるのか。ね。で、やっぱりこうなんで、オートで、もうね、私、オート大好きね。オートバトルがね、いや頑張って。あそうか、サイレスとやるとこうなるんだね。あとはね、泥試合でいいのかな。敵早いな。おお、どうなんだい。あ、会心が出ないな。あ、弱いな。これまずいかな。これまずそうだな。効果が悪すぎるね。あ、効果が悪いな。これミスったかな。あー完全ミスったね。これは負けだな。どうしたらいいかな。どうしたらいいかな。とりあえずみんなのオートバトル一遍切りましょうか。はいはい。で、リュナンはね、武器変えましょうか。雷の杖をね、弱いな。ソニアもね、もう効かないでね。あ、ソニアさんは逆に、デスの杖でいいか。でソニアさんを取るとこ。でゲイルさん攻撃弱いな。これでどうなの。どうかな、どうかな、弱いな。あ、完全に相手のが上だわ。あ、やばいな。ソニアさんはあれでいいとして、サクタスね、サクタスですね。サクタスだから氷じゃなくて聖なる杖じゃないね。あ、お、銀の杖、炎の杖。あ、聖なる杖か。いや、銀の杖。効かないし。これダメだな。これ逃げれる？逃げれるかな？あ、逃げれた。あ、そうはさせんぞと。あ、うん、
これでね、これでね、はい、今ので分かりましたね。オフにして、こうかな、でこうかな、オフで、オフでね、オートバトルを初めて外したかな、ちゃんと。これでね、幻影を泳がした状態でね、あれですね、しないといけないですね。イカズチじゃなくて、聖なるじゃなくて、氷じゃなくて、どうしよう。杖、砲を使っても仕方ないでね。あ、聖なる剣でいっちゃおうか。何してんので、セリオスさんはこっちでしょ、でゲイルさんもこっちでしょ、でレース5をかけるでしょ。わーでかいな。これリュナンさん、あら寝てる、毒。リュナンさんはとりあえずオートで回復させましょうか。でゲイルが、あらららら、いやもういいですよ、もう。なんかあったかな、これなんかあったかな。まだレス5を唱えるかな。あですね、こうなったらこれね、あれ唱えたらダメでしょ、戻っちゃうんでね。どうしたらいいんだろう。で結局あれですよね、硬くなっちゃうんで仕方ないか。これでゴリ押すか。あららら、ソニアは、そっか、ソニアのオート外しましょう一度ね。でゲイルが殴って、セリウスが頭同盟で、ソニアはこれ聖なる使ってもしゃあないんでね、イカズチかな、イカズチ使ってみましょう。あ弱いな。あーしまった。ほんでセリウスで絶対にレス5。これもうひたすらやったら勝てるかな。向こうのね、あれが切れるような段階にしたら勝てるかな。なぜかね、このゲームね、あれなんですよ、ヒットポイントが低い方しか攻撃しないでね、絶対500の限界の方に行くんですね、オートにしてるとね。まあだからこれをね、ひたすら続けてると、まだレスを唱えますね。どうだろう。あ、ゲール寝ちゃった。さあどうしようかな。セリウスさん、ソニアさんもダメだな。セリウスさんはこっちで攻撃ね。回心が出るでね。ソニアさんはね、結局武器ね。聖なる杖、銀の杖、氷の杖、ダメだね、どれもね。レスの杖も出しとこっかな。で、オートで、リュナンさんをオフにしましょう。で、ソニアさんをオンにしましょう。その方がいいのかもしんないね。で、セリオスを当てて、泥試合だな。これね、あれするとサクタスになっちゃうでしょ。サクタスなんでね、サクタスなんで、しまった。敵がね、一緒になるとサクタスとなっちゃうんでね、結局ね。それよろしかないね。どうすればいいんだろう。
532、3人が攻撃したら勝てるかな。なんかゴリ押しした記憶はあるんだよね。あ、目が覚めちゃった。でもまだ眠ってるよね。あ、勝っちゃったわ。え、何がえ、何だったの、何が良かったのかなそんな、この俺が人間ごときにやられるとは。しかしアゴ忍者様のあの武器が完成すれば、人間ごときに世界の破滅を食い止めることはできぬということでね。あらあらあら、なんかね、なんかしっくりこない勝ち方ですね。これ前のね、今思い出しましたけどね、前がいつもゴリ押ししてた気がします、このやり方で。どうやったらなんかしっくりくる勝ち方ができるのかなってね、思いますけども。ね、このわしでさえかなわかったバジールを倒すは強くなったな三世と、何言ってやがる、じじいが勝てる化け物なんていやしねえよと、人が真面目に話してるのに黙って聞かんか。わしだってもともと成田区で盗賊になったわけではない。アグニーゼという名前を聞いたことはあるかと。わしが昔若かった頃、狼の口を探検していて、偶然あの埋もれていた遺跡を発見したのか。その遺跡の中で古代の資料を見つけ、そして知ったのがアグニーゼの存在よと。じいさん、アグニーゼ知ってるのかと。なんだお前も知っていたのか、名前だけはな。じいさん、アグニーゼのことを教えてくれ。遥かな昔に栄えていた文明を滅ぼしたのはそいつの仕業らしい。想像もつかぬほど強くて邪悪な魔物だそうだ。そいつは再び新たな文明が栄え出した頃、復活して世界を破壊しようとすると書いてあったとね。まあね、言えば文明が栄えすぎると出てきて、まあ言うたら調整をするね。なんかの漫画で調整神っていうのがありましたよね。まあほとんどの人知らないと思う。でも88やってる人はね、知ってるかもわからないですね。コンプティークになってた漫画ですからね。ね、その調整をするとね、あの人が、まあ言うたら人がね、あの人間、人類っていうのが地球の害虫だという考え方なんですよね。確かね、そんな感じです。はい。世界が滅びるかもしれないなどということが知れたら大変な騒ぎになるだろうと。わしは誰もが誰にも話さず自分の力でアグニージャを倒そうと決意した。だからまず資金が必要だと私は考えたのだ。今の世の中何をするにも金がいるからな。最も早く金が貯まる方法、それが盗賊だった。で、盗賊業を始めてみると、これがまあ意外に楽しくてな、わはは一石二鳥とはこのことだということでね。私大好きなんですけども、手段のために目的をもう忘れるっていう言葉があるんですね。これね、うん、手段が楽しくてね、目的を忘れちゃうっていうやつですよね。よくありがちなんですね、実はね。ところが2世、いや、ラルフのやつは異常に正義感が強くてな、お前が生まれたばかりの頃、アゴニーゼのことを打ち明けたのだが、いくら世界を救うためでも盗賊は許せない、盗賊なんかしなくても自分は自分のやり方でアゴニーゼを倒してみせると言って、家を飛び出して生きよったと。そうだったのか、まあこの小さもね、志はあったんですね。三世、盗賊の棟梁を継ぐのは嫌でもアゴニーゼを倒す意志は継いでくれるなと。また今年よりは長話だから嫌になっちゃうよと。要するにアゴニーゼを倒せばいいんだろ。うむうむ、それでこそ我が孫だ。だが、っていうほど簡単ではないぞ。今までお前たちが倒してきた化け物とは比べ物にならないほどの力を持っているからな。光の剣だけは奴を倒すことのできる、ただ一つの武器らしいということでね。エレベーター、光の剣。ハイドライド3じゃないですか、これね。光の剣、そいつはどこにあるの。まあ、そこ言うとね、スターウォーズまで行くかもしれないですけどね。ライトセーバーね。それが分かっていれば苦労はせんわと。なんて言い草だ、このクソじじいと。まあまあ、二人とも喧嘩しないで。全く似た者同士なんだからと。俺とこのじじいを一緒にするな。ゲイル、今はそんなことで言い争ってる場合じゃないだろう。そうだな、すまん。もしかしたら、ジャグリーにあるかもしれんさ。そこは遺跡のうちだから何があっても不思議ではない。たとえなかったとしても手がかりの一つ二つくらいはあるだろうと。そうか、ジャグリーに行けばいいんだな。そうそう、光の剣なのじゃが、剣を手に入れてもそれだけではその力は発揮できないということだ。どういう意味なのかわしにもよくわからん。その辺もちゃんと調べる必要がありそうだなと。期待しているぞ、三世。見事アグニーゼを倒してこい。そうすればわしも鼻が高いというものだ。わっはっはと。ちまったこ調子のいじりだと。もうすぐジャックの野郎はケーキが開けるんで、リシェールの船を借りてホールに向かいに行かせたところだと。さっき出て行ったばかりだから、まだ間に合うだろう。リシェールから一緒にジャグリーまで行ってみろと。はいはい、セリオ、そういうことでジャグリーへ行ってみようぜと。もっとまた三世、その笛を置いてってもらおうか。わしの大事な宝だからなと。父を覚えていたのが、覚えてやがったのかと。ほら、ありがとう、銀の笛を渡しましたと。は長い話でしたね。三世は何をまた持ってて、はい、金と本人の旅行でということでね。
とりあえずだよね、PC88 ドラゴンスレイヤー、パート44ですね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。